はい、ドリームダンスのマリハラです。今回は岡本さんが2回目のご参加ということでありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回も岡本さんと一緒にアンダースローの練習をしていきたいと思います。ドリームドア1,2,3,4,5,6,7から8に増やして、はい、それでいきます。スピード、さっき 1,2 のスピードはちょっとゆっくりめでいくので、はい、形を意識しつつしっかり触れるように、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,OK。キャッチボールの時とか、まあ、ここに止めるのをすごい意識してくださってると思うんですけど、この後に投げに行く時に縮こまったまんま行ってしまうと、はい、まあ、それはそれでやっぱり良くないので、はい、この頭の近くにある状態から投げる時にタイミングよく伸びていくことがやっぱ大事なんです。はい、はい、あのこれですね、ここにネットがあると思って、はい、遠くから角度をつけて投げる感じ、まあ、今回は置かないんですけど、それを常に意識してもらって、1,2こういうして、ここから遠く、引っ張られて外にこう行く感じっていうのがあるんですよ、私。はい、外に引っ張られていく感じ。でそれを最終的に指先でパーンって弾くといいボールが出てる。撫でるとそれは感じられないかなって。引っ張られるの連動していくので。1,2 は一緒なんですけど、はい、リリースポイントで引くイメージ。1,2 怖いな。絶対に伸びとかないと引けないんですよ、これ。はい、あ、これがもし曲がったり、まあ、こうやって手首が立ったりすると、こんな感じになっちゃう。ちょっとかっこ悪いね。はい、遠くに、こう、うん、あれかな、あのよく湿ったタオルとかでパチーンってやったりする、はい、あんなイメージです。あんなイメージで、おお、ここでちょっと引くイメージでちょっとやってみてもらっていいですか。はい、腕がここら辺まで行ってから戻ってくるんです、はい、それは何でかっていうと、力の入れるタイミングがちょっと遅いんですよね、はい、私の場合このリリースに向かって力を入れていくので、はい、ここら辺で止まれるんですよ。あのここで止まってしまうっていうのはここら辺で振ってしまってる、投げた後まで力が強まって伝わってしまってるんで、リリースまでで、ここら辺で止まれるように、前まで触れて、こういう感じじゃなくて、これ、止めるためにちょっと早めに力を入れるっていうのは、はい、あの最初にやったセカンドゲッツーの動きとちょっと似てるんですよ、はい、結構後ろから力を入れていくやつセカンドゲッツー、はい、でリリースで最後の力を伝え切る、伝え切って終わる、スナップスローっていう、こういうこういうイメージ、前に止まるイメージっていうのは、力を入れるのとここら辺から始まって伝わり切ったところでもう終了してしまってるんで、前で止まるんですよね。前に触れてしまうスナップスローっていうのは、力の入れる場所が間違ってる。なるほど、はい、あ、いいですね。今、このテイクバック取ったところを
まあ、ショートカットしてテイクバック取ってるじゃないですか、はい、今度は1、2、2をちょっとゆっくり後ろからテイクバックを取って取れたってなってから投げます、はい、2をゆっくりこういう感じ1、2、1、2、そうですそうですそうです、今左肘はいい感じなんですけど、これに合わせた右の角度、ここら辺です、はい、結構ここが伸びますよね、はい、これでいいんですか、しっかり、はい、そういう感じです、この形ですね、こうか、はい、2の形でそこを2、1、2、おぉ、リリースポイントめがけて肘が伸びていくように、ドリームドア、はい、練習後のスローになります。岡本さんとは1回目のアンダースロー塾の後にも DM の方でやり取りをさせていただいたんですけど、毎日のように自主練をしてフォームが定着するように頑張っていたみたいですね。その結果としてこのトップの位置っていうのがいい角度で定着しつつありますね。これは日々の練習の努力の賜物だと言っていいと思います。ただやはり問題なのはこの先ですね。トップまではいいんですけど、ここからリリースに向かうときに肘が先行しすぎて押し出し投げになってしまっている点ですね。肘もしっかり伸びて遠位置でリリースすればより力は伝わるんですが、やはりここの習得には時間がかかるかなと思います。前回参加した際のアンダースロー塾の動画は概要欄の方に貼っておくので、興味のある方は見てみてください。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。